コインにはですね、大きく分けて、3種類、種類があります。こちらがまず、アンティークコインと呼ばれるものですね。こちらの方は、イギリスの1798年に発行された、金貨になっています。名数63というグレードがついています。次が、いわゆる地金型、コイン。これはアメリカの、イーグル、ゴールドイーグルと言われる、地金型のコインになっています。こちらも鑑定結果がついてまして、PCGS 社の、PR70 の、ディープカメオということで、最上級のグレードがついているコインになります。で、最後にこちらがですね、ジェファーソン・リバティといわれる、いわゆる記念コイン。2007年度に限定数量で発売されたコインです。こちらも PCGS 社のプルーフの70のディープカメオということで最上級のグレードがついているコインになります。このようにコインには大きく分けると3種類あって、各々が投資の仕方が違います。ほとんどの人がこの3種類のことをよく分かっていず、本に書いてある情報とか、ネットに、ブログに書かれている情報をもとに買っていると思うんですが、実は非常に大きな秘密がありまして、ここを知らずに投資、この投資をしてしまうことは非常に危険です。今回のセミナーではこの3種類、どのような投資スタンスで取り組んで買っていけばいいのかということを説明をしていっています。実はですね、コインを買う場所ですね、ここによっても大きく将来の投資がですね、結果を結ぶかどうかが決まってくる非常に重要なところになっています。私はですね、ほぼ毎日 eBay とかですね、他にアメリカのオークション、もしくは PCGS とか NGC の鑑定サイトの基準価格というのを必ず調べています。よくネットで売っているところには、この基準価格を大きく無視してですね、とてつもない値段をつけて売っているところがあると、例えば本来100万円ぐらいのものを500万円で売っているというのが、ざらに見受けられます。100万円のものが10年経って200万円に、上がったときに、買い値が500万円であれば、儲かるはずがないと、このようなサイトを、見分けるですね、具体的な方法についてもこのセミナーではお伝えしていきたいと思います。私はですね、このコイン、金貨の投資以外にも、FX、あと日経225とかトピックスですね、あと不動産投資の方も行っており、投資についてが私の商売の基本になっています。投資というのはですね、非常に情報が錯綜していて、本当の情報というのはなかなか表に出てこないと。ただ研究すればするほど、実践すればするほど必ず結果が出ることになっています。本当に生でですね、お金を払って得る情報以外にはほぼ信用できないので、今回のセミナー非常に、安い価格でエントリーできますし、非常に皆さんが知らない情報をたくさんお伝えできると思うので、ぜひ覗いてみたらというふうに思っています。